はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第22弾をやっていきます。で、今回この10個の単語をやっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では早速いきましょう。で、前回の第21弾かの時には、メニーとマッチとかフューとリトルみたいなね、あそこのちょっと使い分けを覚えてもらったんですが、今回もここだけ覚えてください。セットでサム、エニーと言います。サムとエニーで、まず意味から書いてしまうと、サム、いくつかです。いくつかで、エニーは2つあって、同じくいくつか、そしてもう一個が一つもです。一つもで、これ使い分けの、覚え方があってですね、こっちサムに関してはこれ肯定文のこうっていう意味なんですけど、後で説明します。ここはで、エニーはいくつかっていうのが疑問文の疑、そして一つもが否定文の否となります。で、ちょっと時間ください。ここね、英語にはですね、大きく分けて3つの文があって、それが肯定文、疑問文、否定文と言います。で、こっちから説明します。疑問文っていうのは疑問なので、こう最後はクエスチョンマーク、ハテナですね、で終わる役、終わるやつ、つまり何かを質問するときのものを疑問文と言います。あなたはホニャララを持ってますかみたいなやつが疑問文で、否定文っていうのは違うよっていう、だから私はそれを一つも持ってませんとか、そう、否定する文を否定文って言います。よく not を一緒に使うってです。で、肯定文っていうのはその二つに入らない普通の文です。例えば、私は3冊の本を持っていますとか、私はテニスをしますとか、そういうのを肯定文って言うんですけど、基本的には、サムっていうのは肯定文で使うんです。で、エニーっていうのは疑問文と否定文で使うものと覚えてください。基本的には。で、なんでそこを強調するかっていうと、すごくちゃんとやっていくと、これエニーを肯定文で使ったりもするんです。だけど、中学校の範囲であれば、まずこれを覚えておくといいです。ひとまず。で、例えばもっと詳しくなりたいって、英語に関して。であれば、英語、Yahoo とかで、サムとエニーを2つ並べて検索してみてください。いっぱい出てきますから、そういうの。で、そういうとこに詳しい使い分けは書いてあったりするので、もし気になったら見てみてください。ただ、ひとまずここでは、サムは肯定文で使うよ。エニーは疑問文と否定文で使うよと覚えてください。だから、どういうふうに意味で使うかっていうと、これ肯定文でしょ。サム使うと、私はいくつかのリンゴを持っていますみたいな感じです。普通の文だからね。で、エニーは疑問なんで、あなたはいくつかのリンゴを持ってますかみたいな感じで聞きます。で、否定文で使った場合は、私は一つもリンゴを持ってませんみたいな。こんな感じで使い分けてください。で、次3番。これ here ですね。here。で、here をキーワードで覚えましょう。ここです。ここ。ここっていうね。で、これは、18段だったかな、きっかけ英単語の時に、これ最初に t をつけると、there になるんですよ。で、there のキーワードはそこなんだよね。で、これセットで両方覚えちゃいましょう。there はね、there is、there are のね、使い分けも、あと使いもありますけど、here と there、こことそことなりますので、ね、一緒に覚えちゃってください。で、次はですね、日本語で言ったとファミリーです。ファミリーっていうと意味ね、ピンとくる方も多いと思います。先に意味書いちゃいましょう。家族ね、ファミリー。ただ本当のイントネと言い方はここがみじゃなくてまに近くなる。ファミリーと言います。本当はね、ファミリー。で、次がカスタムです。カスタム。で、カスタムは習慣。また風習とかねっていうのもありますけど、今回ちょっと習慣だけ書いておきます。で、右に行きましょう。これ、発音が worse と言います。worse。で、worse はですね、これで意味が価値という意味になります。で、worse に関しては、
基本的にこれで使うことが多くて、worse の後ろに動詞に ing がくっついたやつ、 worse ing ですね、これで使うことが非常に多いです。で、これの意味がほにゃららするだけの価値があるという意味になります。例えばここに play が入って playing だったらほにゃらら、まあその運動、まあテニスが来たらテニスをする価値があるみたいな、そんな感じで使ってください。 worth ing です。ほにゃららするだけの価値があるですね。で、これも日本語で言うとピンときやすいです。これ world ってやつです。 world world ですね。で、これ、まあ、world っていうと分かりやすいかもですが、意味が世界です。世界で、ワードは基本的に前にザをつけて、ザ・ワードで使うことが多いです。こうやってね、これで使うことが非常に多い。オール・オーバー・ザ・ワードとかね、そんな感じでザがくっつくと。で、次も日本語で、まあ、女の子とかちょっとピンとくるかもですけど、ビューティフルってやつです。ビューティフル。まあ、本当はビューティフルって言うんですけど、で、ビューティフルなので、美しいです。美しい。まあ、ちょっと長いんですよね、綴りが。だからちょっとミスりやすいんですけど、これ全然参考にしなくていいんですが、自分、中学校か、の時に、そのね、担当してた人が、ベアウティフルって覚えさせられたんですよ。これ何かっていうと、あの、ローマ字で打った時に、ベなんですよね。こう、BE で。ベアウチフルって打つので、それで覚えになって、ベアウチフルって。だから今でも、ビューティフル書こうと思った時に、どうしてもベアウチフルが先に出てきます。そうっていう覚え方もありっちゃあり。あ、全然参考にしなくていいけどね、これはね。で、9番。これ発音気をつけてください。これ、same と言います。これで same。で、same、まず意味から言っちゃうと、これ、同じです。で、これは、こう、same、s-o-m-e、s-a-m-e、こう、o と a が変わっただけなんですけど、もう間違いやすいんで気をつけてください。これで same ね。これで same と言います。で、最後が different です。different。これ最後、rent って書くんですけど、この、あの発音が強くて、different。で、アクセントが最初、ここに来ます。で、different が、まあ、same の逆ですね。簡単に覚えるんだったら、違ったってやつです。で、different は、これは上の方がいいね。different の後ろに、よいしょ、ちょっと待って。ここに、from、 これが来ます。 different from ですね。これでほにゃららと違ったって意味になります。つまり different from ほにゃららってするとほにゃららと違ったっていう使い方がよくねするので、これも覚えておいてください。いいかな。では今回はね、この10個をやらせていただきました。で、これは残した方がいいね。で、次回と、その次を使ってで、次回まずあれですね、曜日を、まあ、7個しかないんで、いつも10個でやってるんですけど、7個でやっちゃおうと思います。で、その次が、月ですね、1月、2月とかいう。で、あれは、ま、12個になるんですけど、それもま、12個、ちょっと板書のね、場所を変えて、やろうと思いますので、まず次回、曜日。で、その次が、なんだっけ、月か。まあ、リクエストね、いっぱいいただいてたんで、それ2つやろうかと思っております。だから、ね、そこも完璧だよっていう方はね、ちょっとスルーしてもらって構わないので、で、まあ、その次、23、24それ使うから、25から、また普通にこういう風になんかね、自分がピックアップしたのをやっていく感じに戻します。で、あとは、ま、こういうのを、なんか、なんだろうな、こう、カテゴリーでやってほしいっていうリクエストがあれば、またね、いろいろま、いただいてるので、こう、できそうなものは、ね、採用していこうと思いますんで、何かあれば、ぜひ書いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。